ここがこうはまって、はい、ここのこの握り皮っていうところの際ここにこう来るんやわ。ってもんで、そのちょっと下ぐらいが人差し指、そう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 。で開いていくと親指がこうなるじゃん、マイクでやるから、ここに矢が乗るの。だからもうちょっと上でもいい、うん、ここら辺でかな、ここら辺。あ、そう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 、それぐらい、それぐらい。なんで握る位置はだいたいその辺で、手袋はめたらずれるから、はい、まあそれはその時またで、とりあえず上げて、上げて前からギューッと、前からギューッと、はいはいはい。で手首がやっぱり内へ巻いちゃってるから、そう、イメージはね、親指向こうな感じかな、あ、そう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 、うん、いいと思う。で、狙いが、うん、ちょっと人によるんやけど、ちょっと、うん、ここからまっすぐ飛ぶでさ、はい、こう多分ダブって見えると思う、もう慣れやと思うけど、はい、ここから狙ってるところがちょいとこっち側に見えるぐらいの位置で、だいたい真正面ぐらい。で、うん、いいと思う。で、一回緩めて。はいはい。このまま、手首このまま、ツルを離すと、このツル、まっすぐ返してくるの。で、真っ青になるから、ここの部分で、この部分を、向こうへねじる。そうそう、これをこうねじる、こうねじる、そうそう。でそうすると弦離すと横へ出るの分かる、これがここへ帰ってこられるとこっち待ってなんだ、はい、これだと歌うんですね、で衣装絡まんですね、前やって、その時にねじる、そう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 、はい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 、いいと思います。でそれで右手ピッて離してみて、はい、じゃあもう一回いきましょう。構えて、ここでやつがえてます。ここでやつがえてます。上げて、上げて、前にやって、前にやって、上げてから引いた方がいい。上げてから、ここからギューって、ここからゆっくり引いた方がいい。ああ、そう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 。はい、かっこいいかっこいいかっこいい。はい。で、右手をパッと離すと、一応矢が入ってない時の打ち方。打ち方。はい。はい、で形は。でこれがこう詰まるとしんどいから、はい、ちょっとね、ゆっくり今は私の時間ですぐらいの気持ちがあったらいいと思う。ゆっくり、そう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 、これで話しましょう。うん、いいと思う。この時点でこうやって落としてみようかな。最初はこっち。そこから下がって、上へ上がって、ここから握ります。ここから握り始めて、引っ張ってきて。ここまでいったら、弓道じゃほんまにかっこいいけど、今はここでグローブしてるから、そこまで握りなんで、ここから上げます。周り行くときに握りかけて、それぐらい、それぐらいになれば、ちょっと一回見せますよ。今日前から見せてください。つがえてから出てきてもいいし、あそこでつがえてもいいし、あの矢を人差し指と中指で挟んで、はい、それをこうやってこうやって、はい、で、引き付けてもらう前に、じゃあどうこうです。ここから引き割り、はい、下げます。
ここの状態で火つけてもらって、あ、ちょっと離れてね、はじけると危ないで、で、ここから離す練習、はい、そうそう、結構な、下目でやったんで、ここでやる、あ、そうそう、で、挟んで、後ろから、うん、この、使えるところを前へ持ってきて、はい、で、そこでパチッとはめる、で、そこから上へ持ち上げて、で、そう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 、で、人差し指外しや、外す、そう、で、右手を離すと、うん、いいじゃない？難しい、はい、はい、で、ここでちょっと離れたんですね、前は出る、で、はい、親指と人差し指がこういう感じ、こういう感じで、こっちにして、こっち、そう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 、これをまっすぐ引っ張ると、はい、そのまますべて飛んでいくやんか、はい、でこれをねじってやると引っかかるの、こっちの手を反対向きにほどいてやるとそのままバンって飛んでいくの、はい、おー、うん、こうやってます。こう。で、ん？こう。そうそうそう。上げて。上げて。前から引くときにねじる。右手をねじる。ねじる。こうです。そう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 。もっともっと近づけます。はい。で、こっちの手を戻すと、戻す。そういうとこ狙ってる。体がまっすぐなってない、あの手が斜めになってるから斜めに飛ぶよ、体のライン、ここまっすぐ、できるだけまっすぐ、はいはい、で、こっちにも届く、でもここに挟んでしまうと、はい、本来は羽があって怪我しやすいから、優しい指は前で、はい、そうそうそう、で、ここからすぐ引いてくる、うん、あ、いいと思う、はい、手を離す、手を離します、だいぶ上や、もうちょい前、もうちょっと前です、うん、ちなみに言うとね、これぐらいで、これぐらいでほぼ水平、思ってるよりもちょっと下なんですね、多分そう見えるだけやと思う、あ、うん、で、これで、で、離すと、弓打つの初めて、初めてです、どうですか、難しいですね、思ってるようにはいかないです、本来はこれなの、ここに弦を引っ掛けるようにできてるの、かけ固定って言ってさ、はい、ちょっとちっちゃいんだけど、リュードはこういうのをこうやって巻くんやわ、指が切れるもんで、はい、で、ここに、ここに溝あるの分かるかな、はい、こうポコッと、うん、ちょっと書いていい、はい、ちょっと待ってください、ここにこうやって引っ掛けるんさ、こここうやって、うん、で、このまま引っ張ったら外れるから、はい、ねじるんや、ねじる、こっち側へ、うん、もうこんだけ、もうこんだけ弦ねじってます、はい、で、このままねじって、で、これを戻すとこういう感じ、ギュッ、そう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 、うん、やっぱりな、あのこうねじってやるのをほどくだけやと思ったら、こういう話し方はしにくなるから、矢も安定して勢いよく前に飛んでいくで、で、大丈夫、あの弦引っ張ってる方切れてない、切れてない、大丈夫ね、
っすぐになってます。それで水平ぐらい。で、それでおよそ水平ぐらい。